ストリート大学もう少し続けていきたいと思います。今日はやっとあのフックに入るんだけど、じゃまず意味から。 In the land of the free、 In the land、 ランドってのは国だね。 Of the free、 自由の国においてって意味だね。 In the land of the free、 自由の国において。 It's full of freeloaders。 で、 It's full of freeloaders って単語わかんないと思うんだけど、ただで、しかもローダーズって読むかわかんないよね。ただの道の人ってことだから、野宿者って意味なんだよね。It's full of freeloaders. In the land of the free. It's full of freeloaders. っていうのは、この自由の国アメリカっていうものは、野宿者で今溢れてるんだっていう風なサビなんですよ。入り口が。In the land of the free. It's full of freeloaders. Leave us dead.Leave って何々させる。Us、 我々を何々させる。Dead、 私たちを死にさせるってこと。我々を殺すってことだね。Leave us dead。Leave us dead。In the street、 私たちを路上に置いて殺させる。そして、To be their organ donors。Organ donor ってのはどういう意味かっていうと、臓器提供者ってことだね。だから、自由の国アメリカっていうものは今野宿者で溢れていて、でなおかつ我々っていうのは臓器提供者としてストリートに放り出されて殺されてるんだっていうようなフックなんです。入り口、これ3年前にもう言ってるわけよ。でこれがかっこいいってなってるわけ。でそれがすごいと思ってるわけだよね俺も。オーガンドーナーズで、その後 They disorganized。 オーガナイズっていうのはなんかこう形成するとか、例えばパーティーを主催する人のことをオーガナイザーっていうんだけど、まあ、DJ とかラッパーとかダンサーとかをこう配置したりとかしてパーティーを形成していく人のことをオーガナイザーっていう。でその Dis だから、その反対になるわけ。リスペクトの反対はディスリスペクトのように、オーガナイザーの反対はディスオーガナイザーなわけ。だから They disorganized my people。 彼らは我々、俺の my people って俺にとって大事な人たちをバラバラにしたんだ。 They disorganized my people、 バラバラに配置したって。 my people made us all loners。 made は何々にさせる。またこれはあのさっきの leave とは違う、させる。 made us、 俺たちをそういう気分にさせるとか、そういうさせるだね、状態っていうより。Made us all loners ってのは、すべてが lonely の lone。だから、全員バラバラに配置されて、全員が孤独にさせられたって。で、しかもこの一番最後のフックのパンチライン。Still got the last names, our slave owners。これが、俺はその、まあ日本で生まれ育った、その外国にルーツ、まあ、朝鮮半島にルーツを持つ人間として、まあ、日韓の歴史とか最近ヘイトとかの問題があるけど、創始解明っていう、まあ、日本に強制連行させられてきた人たちが、まあ、一旦ね、その時はこう名前を奪われて、その自分は田村と名乗りますとか、君は高橋とか、まあ、いろいろこう名前をつけていくわけなんだけど、そう、名前を奪われたっていう歴史がなかなかね、こう、日本で生まれ育っただけだと、その、イメージが湧かないけど、俺、アメリカのヒップホップがすごい肌にあったら、そういう歴史観とか、人種差別の問題とかっていうものを、こう、歌ってた時に島国で育った、マイノリティとして育った俺っていうのは、ビビビッと、なんだこれ日本にはねえ音楽だなって感じたわけ。それは曲とかリズムとかじゃなくて考え方。In the land of the free, it's full of freeloaders. Leave us dead in the street to be their organ donors. They disorganized by people made us all loners. Still got our last names, our slave owners. で、これも、で、次リズムの練習ね。これはやっぱかっこよく言いたいじゃん。これをただ演説するんだったら、それラッパーやりませんよ。
in the land of the free。 日本人の発音っていうか、まあ日本人とかそういうの難しいか。あ、でも日本語の発音だと多分ね、アクセントが真ん中なんだよね。それやってみると、 in the land of the free it's full of free dollars みたいになって、こう間に合わないね、唇のグリップが。ちゃんと開けたら間に合わない、だから噛み込まなきゃいけない。In the land of the free, it's for free dollars. だったら言える。In the land of the free, it's for free dollars. ギリギリ。In the land of the free, it's for free dollars. In the land of the free, it's for free dollars. In the land of the free, it's for free dollars. これをひたすらやんの。In the land of the free, it's for free dollars. 日本語バージョン。In the land of the free, it's for free lovers. In the land of the free, it's for free lovers. Live a stay in the street to be their organ donors. They disorganized by people made us all owners. Stick out a last name, our slave owners. In the land of the free, it's for free lovers. Live a stay in the street to be their organ donors. They disorganized by people made us all owners. Stick out a last name, our slave owners. みたいな感じ。ひたすら、まあ、これも実は段階があって、俺はもう体にインストールしてるけど、最初やっぱ俺は帰国子女でもないし、留学生でもないし、したこともないし、あの海外でのこう、なんつったらいいのかな、こうちゃんと向こうで仕事を持って生活をしたこともないです。でなぜ英語喋れるかっていうと、日本でもひたすら使ってるから、耳も使ってるし。でも最初はこれスナって読めないから、最初はひらがなに直してた。 In the land of the free とか、これをそのまま ひらがなに訳すんじゃなくて、むしろ英語は見ないで音だけ聞いて、音が聞こえてくるものをひらがなに直す。だからそれは本物聞かないとわかんないから、それを still got the last name って書かないわけ。 still got the、 still got the、ステガッタラースネとか、ステガッタラースネとかってひらがなで書くわけ。でそれをステガッタラースネ、ステガッタラースネ、ステガッタラースネってひたすら言って体に覚えた後、ひらがなでやってるから、それはひらがなの口で読んでるわけ。それを見ながらやってるわけだから。でそれで、そのひらがなが体に入ったら、ひらがなの後に英文を読みながらやってみると、その口が英文を読んでる口の形になるから、さらにその精度が増していくっていうか。まあ基本的にあの二進法とかコンピューターの考え方と一緒だけど、いきなり全部宇宙船作ってやるぜとかっていうことではなくて、まずはそのちっちゃいものを組み上げていくっていう作業だから、全てのことは同じなわけ。ラップの練習も、その宇宙のロケットを開発するっていうことも、全部一気にやろうとするんじゃなくて、一つ一つ分解して考えて、それを組み合わせていく。で、その組み合わせ方が自分のセンスでもあるわけだし。っていうことで、ラスト。サビが歌えるようになったら気持ちいいんで、ぜひ口ずさんで。Can't change the world, let's change ourselves. Die from the sickness and we'll seek the help.まあこんな感じ感じだったけど、まあとりあえず知ったふりしろっていうことで、まあリリックもやばいしフローもやばいからっていうことでまた。